として漁業関係者の熱い信仰を集め、信者は、北海道小平町から、鹿児島県鹿児島島で、日本中に分布する。鳥羽と島市の境界を成す青峰山の山頂よりやや、下った谷合に位置し、西さ山の名で親しまれている。曹洞州の寺院が多い鳥羽島では、珍しい真言州の寺院である。 三十年かけて建造されたと伝わる山門の内側には、近堂、聖天堂、大志堂、弁天堂、女林堂、客殿、栗などがある。境内にある金は自由について良い。本堂は1836年に建造。十一面観音を本尊とする。お船祭りの際に会長となる。この観音は、大札村白浜の海から、 クジラの背に乗って現れた黄金物であるという伝説がある。この時、クジラがやってきた場所の岬がクジラ先となり、観音を乗せたクジラが石化したとされるクジラ石もある。その後、バラモン僧侶が来訪し、観音像を拝むと像が光り、腰身野の漁夫の姿になったという。僧侶は厚い数形の念を抱き、器物を掘って中に観音像を収めた。 征服寺に伝わる、昭福寺演技によれば、奈良時代の天平期に、宋の行記が混流したとされる。行記は、天平正法年中に、伊勢神宮へ直を報じて参詣したところ、以下のような神託を賜ったという。大道元年に、唐から空海が帰国、翌、大道二年に、平城天皇の臨時を受け、新言宗の寺院に改められた。 中世には荒廃するも、上京年間頃に、そう、紅の手により再興した。その後、西方に参ると、夫婦の難を免れるという青本信仰が広がり、江戸時代中期には、海鮮業の流星により征服時も栄えた。特に文化、文世紀に最盛期を迎え、尾張や大阪、伊勢、津から、土馬港や的屋港へ入港した海鮮、問屋によって支えられた。 功能の世話は、地元の賭場、的屋、川崎、地下、県市の住民が行っていた。賭場市指定文化財となっている石道路は、見陰積成の高さ7メートルの常野塔であり、天保八定有年5月会場安全の名分が、刻まれている。これは1837年6月のことで、水野忠に失脚からおよそ2年後にあたり、海運市場では、 同時代の天変を示す唯一の具体例であり貴重なものである。現在も進行は続いているが、その形態は大きく変化した。以前は団体による参拝、登山をして泊りがけで参拝することが一般的だったものが、現在は家族などの小集団で自動車で訪問する人が多くなった。住職は背景に、 船のトン数が小さくなったこともあると分析している。2016年5月25日、第42回先進国首脳会議を前に来日中だったカナダの首相、ジャスティン・トルドーが妻のソフィー・グレゴワール・トルドーと共に、青・峰山を登り、小福寺境内を散策するなどして、結婚記念日に合わせた休暇を楽しんだ。は地元の三重県をはじめとして、 愛知県や静岡県を中心に日本中に広がっている。西方進行画像中央の漁船が青峰山の紺色の旗を掲げている。青峰山が海からの見通しが良く、航行目標、距離の補足に役立つことから、漁業関係者や船員の信仰を集めている。1988年現在、本堂と聖天堂を結ぶ回廊には、 奉納された、エマ105点、5マ擦36点が掲げられている。多くは、海南エマというもので、遭難を免れた漁民が治めたものである。現在では、エマの代わりに浸水式の時の船を撮った写真を奉納することが一般的となり、漁船に乗る人だけでなく、ヨットやボートに乗る人の奉納も増加しているという。信仰の形態としては、 征服寺への参詣はもちろん、同時の名が入った根寺の旗を船に掲げ、お札を船につける、という行為が見られる。また、大札の尼は、お札を、首から下げている。愛知県名古屋市南区では、海上安全、水難防止を願う、青、峰山観音菩薩像が各地に祀られている。本来は、船の出入りする入江や、神殿の堤防場に祀られていたが、 多くは、自社の境内に移されている。お船祭りは、青、峰山ただし福寺で、旧暦1月18日に開催される祭りで同時の、大会式である。会場主語を祈願する漁業関係者をはじめ、ハイキングを楽しむ人も祭りに訪れる。前日から小森堂に詰めて、人用赤し祈祷を受け、祈祷札や、青ポーキを授与され、各自の船や家に祀る。 下山後には、下校祝いを、山麓の旅館や食堂で行う者も,もいる。山門の内外に展開する露店で引き去る屋根尻、菓子を買い求める慣例がある。境内は、日本全国から奉納された色彩豊かな大量器が、埋め尽くし、山中でありながら、漁港さながらの賑わいを見せる。祭り当日には、自動車の一方通行が実施され、飛ばし川の松尾の道から登り、 島市川の的屋道から下ることになる。島市の島市立磯部小学校では、授業を短縮して児童が祭りに参加できるよう配慮がなされるが、制服寺を学区に持つ飛ば市立か小学校では、平常通りの授業が行われる。以下の2点が、飛ばし指定文化財となっている。大門定説では、的屋の棟領、中村9作りが、 文政13年に建てたものとされているが、神宮文庫が所蔵する、天保5年の磯辺参りには、小屋の柵一面に、彫り物の柱をた正しく、積み重ねという記述があり、食い違いがある。柱の彫刻には、伊勢海老と鯉が隠れている。青峰山西方道も参照。西服寺へ、公共交通を利用して訪れる場合、 寺の前まで到達する鉄道や路線バスはないため、麓の鉄道駅から登山することになる。飛ばし側からは、近鉄島線松尾駅から、松尾道を利用し、徒歩で、約1時間。島市側からは、道線く掛駅から、磯辺道を利用し、徒歩で、約1時間。島市側からは、ご地駅から御友道を利用する方法も、あるが、 ご友道はごうちの住民以外が利用することは少ない。自動車、タクシーを利用する場合は、戸ばし川の松尾道か、島市川の的屋道を利用する。山門前に駐車場がある。征服時に奉納されたご摩擦などの分析による。猿引きとも言う。1962年に開通した新道、徒歩登山用の旧道が別にある。ありがとうございます。